第三章。それから三日目、八五郎が持ってきたその晩の桟敷の上の人間配置図は、平次にとってはなかなか面白いものでした。人間というものは不思議なもんですね。そのお団子を並べたように40余りの丸を書いて、それに八五郎一流のまずい金文字で国名に名前を書き入れたのを見せながら、大した決まりを悪がりもせずに八五郎はこう言うのです。童話の先生のようなことを言うじゃねえか。何が言って不思議なんだ。鼻の下に口のあるのが不思議でならねえなんて無駄はごめんだよ。平次は落ち着き払ってその丸々の配置を研究しております。あの騒ぎの後で自分のそばに座っていた人間の名前を思い出せねえというのは随分間抜けな話じゃありませんか。四十何人はみんな親類縁者と町内の衆で、法を知らねえのは一人もいなかったはずっすよ。そんなものかもしれねえよ。でもそれだけわかってりゃ結構さ。桟敷の前の両端は与之助に死んだ小僧の倉松か、その間はおしんと近所の若衆、後ろは母親とおきぬ、それに芸妓が二人、品吉と直次郎とお夏は席がなくってあちこちを泳いでいる。その後ろは？その後ろは知らねえ人間ばかりだ。近所の衆などはまず詮索するまでもねえとして。すると下手人はその中にあるわけですね。ここには顔を出していねえが、番頭の八八だって怪しくねえとは言えねえよ。縄は前から切っておいたかもしれず、あの番頭はぬらりくらりとして食えねえところがあるから、何を狙っているかちょいっと気の知れねえところがあるだろう。それじゃあこれから飛んでいってあげてこようというのか。そいつはよしてくれ。怪しいのをいちいち縛っちゃ再現もねえこった。それより番頭の八八と同志の品吉と甥の与之助と手代の直次郎の金の使いっぷりでも調べてみるんだな。それなら分かってますよ。どう分かってるんだ。八八は少しぐらいは貯めているし、手代直次郎は男っぷりがいいからあちこちでチヤホヤされて借金だらけ。与之助は一番正直そうな顔をしているが、全く気の知れねえ人間で、品吉ときたら日本一の片蔵ですよ。おめえは片付けるのが早い。物事はそう手っ取り早く決めつけちゃいけねえよ。一番不定やつは一番正直そうな顔をするもんだ。へえ。おや、誰か来た様子じゃねえか。路地の中へ駆け込んで格子に捕まってフーフー言ってるが。目くばせ一つで八五郎はバネ仕掛けのように飛び上がりました。障子をさっと開けると、お助け、私はもう。上がりかまちに奥へのめるように転げ込んだのは、福井くたる若い娘。それは佐渡屋のかかりうど、色白で可愛らしい。そのくせ秋の日、平次の周到な調べにあっても少しも冷たさを緩和しなかった、あのお夏の取り乱した姿だったのです。どうした、佐渡屋に変わったことでもあったのか。平次も思わず腰を浮かせました。お夏の様子はそれほど突き詰めた物々しいものだったのです。みんな殺されるかもしれません。何？今朝の味噌汁に毒が入っていました。やられたのは？私とお六さんはお勝手をしているので助かりました。直次郎さんは帳場が忙しくて朝飯が遅れたので助かりましたが、あとは？おかみさんとおきぬさんが一番ひどく、今頃は死んだかもしれません。男たちは早く気のついたせいか、みんな大したこともなかった様子です。他に使いの者もあったことだろうが、お前がここへ来たのは？平次はそれが不思議でならなかったのです。十九の娘が髪を振り乱し、すねもあらわに銭の棒を踏みしだいて江戸の町を駆けてくるというのは、物好きや芝居家ではできないことです。私は縛られそうだったんです。石原の二助親分のところの古墳衆が大勢乗り込んできて、毒を飲まない私と直次郎さんが怪しいと陰でささやき合っているのを聞いて驚いて飛び出しました。親分さん、お助けを願います。お夏は日頃の冷たさをかなぐり捨てて平次の膝にすがりつきそうにするのです。おそらくおしずがおかってから清門で顔を出さなかったら、
お夏はそうしたかもわからないほど夢中になっておりました。平次の女房のおしずはこのきれいな娘の顔を遠くの方から覗いておりましたが、思わず、あ、この人ですよ、この間お勝手口まで来て逃げてしまったのは、と平次の後ろからささやくのでした。よしよし、わかっている。お前はあっちへ行け。女が来ると話がとんがらがる。おしずは自分のはしたない態度にはっと気がついた様子で、逃げるように隣の部屋に姿を隠してしまいました。第4章。お夏さん、佐渡屋へ乗り込んでいって、時代によっちゃおめえを助けてやらねえものでもねえが、その前に一つ、この間ここの岡手口を覗いて逃げていったのはどういうわけか、それを聞かせてくれねえか。お夏は顔を上げました。根の緩んだ髪が首筋にかぶさって、瓶のほつれが白い頬を悩ましくなぶるのです。それをおめえに聞くと、私は言った覚えはねえと言ったはずだ。すみません、親分。私は怖かったんです。怖いだけか？ええ。私は二人の人が相談しているのを聞きました。安堵のそばの暗がりで、佐渡屋の血筋を絶やさなきゃ腹の虫が言えないと言った恐ろしい話を。誰がそんなことを言ったんだ？誰が言ったか少しもわかりません。男か女か？それもわからなかったんです。顔だけでも見ておけばいいのを、私はあんまり怖くなって逃げてしまいました。万一見つけられでもしたら、私が第一番に殺されるような気がしたんです。それで？私はここまで飛んできました。でもいざとなると親分に会って夢のような話をしたばかりに、後でどんなたたりが来るかそれが怖くなって、おかみさんの姿が見えなくなるとすぐ逃げ出してしまいました。お夏は悩ましそうでしたが、その言葉には妙に真剣味がこもります。後で知らねえと言ったのは？あのうちはどこの壁にも耳があります。うっかりしたことを言うとそれを聞かれてどんな目に遭わされるかもわかりません。そう言いながらも、あの冷静そのもののようなお夏が恐怖やら緊張やらに震えているのでした。さあ出かけようと言ったところで、そのなりじゃ町は歩くめ。おしず。平次は女房を呼んで、お夏の髪形から身なりまでざっと直させながら、何やら深々と考えておりました。明神下から平右衛門町まで女の足では急いでも四半時はかかります。その間平次と八五郎はお腹を中に挟んで、何くれとなく話を手繰り出しました。いろいろ聞きてえが、今度は隠さずに話してくれるだろうな。え、例えばおめえの身元だ。佐渡屋とはどんなかかり屋になってるんだ？私は先々代の姪の子になります。だいぶ遠いな。当の時みなしごになって引き取られ、かかりうどとも奉公人ともなく育てられております。そんな遠い血のつながりでは、まずお夏には佐渡屋の心象を狙う野心はありえないと思っても差し支えないでしょう。与之助は？あの人はおかみさんの遠縁のもので。直次郎と品吉は血のつながりはねえと言ったな。ところで娘のお絹さんは養子の品吉と一緒になるのを嫌がっているようなことはねえのか？あんまり気が進まないようです。でも。でも？品吉さんはいい人です。それじゃあお絹さんに言い寄るものでもあるんだろう。ええ、与之助さんも直次郎どんも。お夏はこう言ってほのかに頬を染めました。おめえにも縁談の口はあることだろうと思うが。私なんかに二親もうちもないような。お夏は目を伏せました。長いまつげが濡れて粗末な身なりも妙に物哀れです。でもおめえの器量なら随分うるさく言うものもあるだろう。お夏は黙ってしまいました。後ろについてくる八五郎は耳を掘ったり鼻をかんだり答えを待ちましたが、それも失望に終わりそうです。あれ、もう参りました。お夏は救われたように顔を上げました。そこはもう呪われた佐渡屋の入り口で、中では恐ろしい事件が展開していたのです。